三石しのぶです。今日はライト味にチャレンジしていきたいと思います。まずは船宿さんについてから受付をします。そしてそれから着替えをして釣りの身支度を整えたいと思います。それでは受付の方に行ってみますね。おはようございます。今日はよろしくお願いいたします。まず船宿さんに着いたら乗船名簿というものがあります。どこの船宿さんにもありますので、こういった形、乗船名簿というものがあります。ここに必要事項を記入した後にお会計を済ませてください。はい、では船長を書きました。ありがとうございます。お会計の方よろしくお願いいたします。女性の方は3500円です。安いですね。こちらの釣り子さんは女性半額サービスやってるそうなので、ぜひ女性の方おすすめです。それじゃあすいません、よろしくお願いいたします。最近どうですか、状況的には。昨日あたりは、ね、午後は特別良かったですよ。午後ですか。船長、朝なんですけど。朝はね、40ちょっとです。あ、でもすごいじゃないですか。楽しみですね。午後は特別いいところにぶつかっちゃったみたいですじゃあ船長、朝、今日の朝も特別いいところに、ね、当ててください。はい、ありがとうございます。はい、それでは着替えの方が終わりました。装備としましては長靴ですね。船の上は常に水が流れてます。ですので濡れてもいい靴、もしくは長靴っていう風に考えておいていただいた方がいいと思います。で、ウェアの方はレインウェア、雨が急な雨や水しぶきにも対応できるようなレインウェアを今日は着ています。それにこちらライフジャケットです。こちらは自分の命を守ってくれる大切なものです。必ず着用するようにしてください。そして帽子、サンバイザーであってもいいですし、帽子ですとか日焼け防止にもなりますし、日差しが強いですと眩しいです。そういった部分でも助けてくれるアイテムとなりますから、帽子やサンバイザーなどもおすすめします。で、手荒れや日焼けなど気になる方はこういったグローブといったものが釣り用にはあります。手袋ですね、こういうものをつけていただいたり、あと必ず私はその時の日差し、あと水面の照り返して眩しい時ありますから、サングラス、これも持っていきます。皆さんもこういった感じで装備をしていただくといいと思います。はい、次に持ち物一式です。まずは魚を釣る竿、そして仕掛けや小物の入っているバッカンといって入れ物になります。で、防水性のあるバッグの中に着替えやバッグを入れています。そしてお魚を入れたり自分の食料を入れておくクーラーボックスで、必ず船宿さんで船に乗る前に氷いただくのを忘れないようにしてください。これがないと魚冷えないですからね、魚傷んでしまいます。必ずこの氷だけはクーラーに入れるのを忘れないようにしてください。乗船する際の注意点ですが、船に乗る際足元段差も多いです。それに水で濡れていたり、時には霜なんかで凍っている時もあります。足元滑りやすいです。ですのでゆっくり慎重に乗るようにしてください。で、荷物多い場合ですね、そういった場合はいっぺんに運ぼうとしないで、一度荷物を置いて2回に分けて乗る、そういった形で乗っていただいてもいいと思います。とにかく怪我がないように注意して乗船してください。